おはようございます。今朝ね、大阪から来ました。一番の飛行機で。私は68歳なんよ。これ冗談だけどね。もうちょっと言ってるけどね。だけど雨降ってね、体が濡れたらね、肺炎になるかもわかんないから、君たち責任取ってくれよ。いいですか、病院の治療代だとか全部持ってくれよ。分かった。はい。そういうことでね、今から短い時間だけどサッカー教室やりますね。元気よくね。こういう時はまずは開き直りだな。もういいや、サッカーなんてのはさ、雨降って水降って全部やらなきゃいけない。大阪なんか今38度だよ。そしたらボールを持って全部あっちへ走れ。行け。ボールを止める練習、蹴る練習、ボールを運ぶ練習、ドリブルやね。この3つをするよ。君たちが頭の中で考えたことがその通りできるように。一つは体ですよ。今言った体を筋力をつけなきゃいけない。90分走らなきゃいけないんだから、スタミナがなかったらダメでしょ。スピードがなかったらダメでしょ。サッカーが試合が始まったら全部自分でやらなきゃいけない。だから自分がボール来たら次何するかっていうのを考えなきゃいけない。いい判断をしなきゃいけない。